皆さんどうも、大太郎です。早速告知があります。解説動画、今日で最後となります。すみません、言葉が足りなかったですね。一般向け投稿が最後で、今後はメンバーシップの方に向けて解説動画を投稿していきます。ぜひ価値があると思った方はメンバーシップご登録よろしくお願いします。で、今日は何をやるかっていうと、無回転を教えます。今までにいろいろな蹴り方の無回転解説してきました。それでもできないっていう方はこれを試してみてください。重心無回転、まずはこちらの映像をご覧ください。どのキックを見ても足を振ることを前提としています。今回皆さんに教える重心無回転は、足を振るというよりかは体全体重心を運びながら蹴るという無回転です。まずは実際にやってみましょう。やり方解説します。これの蹴り方なんですが、当てる場所はインサイドキックです。で、過去にインサイド無回転って解説してますが、あれは足を振りに行く形なんですよね。で、人の足っていうのは足をこう内転開いて振った時に着地と同時に折りたたんでいっちゃうんですよね。こういう風につま先が前向きに戻っていくと、フラットにして捉えてるつもりでも足を振ってる時にこの開いた内転が徐々に閉じちゃってるから擦れて横回転カーブボールになってしまうと。なんぼやってもそうなってしまうって人はこの重心無回転をやってみてください。足を振って無回転にならないっていう人は、内転を開いてこれを固定したまま重心を前に運んでインパクトしてみてください。固定したまま当てに行く。力を出す上で多少なりとも振る動作は必要となってきます。振り切っちゃうと足がまた内転こう閉じてっちゃうんで、少し振って固定する、そのまま重心を前に運んでフラットの状態で当ててみてください。そうすると簡単に蹴れるはずです。まずは威力が出なくてもいいです。浮かなくてもいいです。とにかく内転を開いた状態のまま固定しながら前に飛ぶ。これで無回転になることを確認してください。それができたら今度は前に流す重心の勢いを力強く運んでください。この無回転でコースを狙いたい場合は、しっかりとこの固定した面を狙いたい先に向けることです。固定した面と重心の運び先を直線上に結ぶように蹴るようにしましょう。ではおさらいしましょう。足をわずかに振った瞬間に固定する。このまま軸足で前にピョンとジャンプするような感じで重心を移動してインパクトする。ただこれだけのことです。ああ、そうそう、ボールの捉えるポイントは、まあ、真ん中の下側でこの辺で大丈夫です。といった感じで、一般公開向けの解説動画これにて、終了といたします。参考になった方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、そしてメンバーシップのご登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。